はい。えー、サラリーマン YouTuberJ のコーナーでございます。えー、多くの方がね、YouTube を始めて、そしてそこそこアクセス取れたんで、商品販売しようかなっていう形で考えてると思います。特にね、私の方にご質問いただく方、まあどのタイミングで商品売ったらいいのかなと。商品作り込んで、えー、リリースしたんだけど売れないよっていうね、そういうふうなご質問いただきます。まずね、商品を売るということは、それにニーズがあるからなんですよね。じゃあ、そのニーズはどうやって測るかというと、 それは視聴者さんとのコミュニケーションによってわかるんですよ。視聴者さんがこんな悩みを抱えている。こんな風に自分は本当はしたかった。こういう風になっちゃったんだけど、今更どうすればいいんだみたいなね。いろんな悩みを聞かせていただきます。その悩みを解決するからこそ、その商品に値打ちが出てくるわけなんですよ。えー、例えば先日私はね、子育て論っていうものを20万円で販売して、えー、3名の方がご購入くださいました。 その後も購入が進んで、え、現在ね、合計で5名の方がこの子育て論っていうのを買ってくださってます。で、まあ20万円が5名なんでね、100万円ということなんで、えー、先日私あの300万円をね、現金を下ろしてきたんですけども、それがですね、えー、ここ2、3ヶ月の新しいコンテンツ販売の売り上げになってるんですよ。だから300万のうちの100万円が子育て論ですね。じゃあ子育て論についてね、なんでこれを 私が売れると思ったのかっていうと、私、日々、半年間、あまあ、1年ぐらいですけどもね、ヤマト君と一緒に過ごしてるところを毎日のように発信してきました。YouTube と Facebook でです。そこについて、常にコメントがつくわけですよ。アクセスは少ないです。50とか、まあ、行って100なんですよ。ヤマト君と一緒に過ごしてる動画ね、外で遊んでいるところとか、 部屋の中でおもちゃをいろいろいじってるところとかね、最近でしたらプラレールとかね、歌ったりとか踊ったりとか、こういったところも撮ってます。まあ多くの方が、ああ、ヤマト君可愛いな、みたいな感じで見てくれてるだけかと思いますけども、でもね、今回子育て論をご購入くださった方、5名の方は全員50歳以上の方なんですよ。で、4名が女性で1名が男性です。いずれももう子育てが済んでる方たちです。なんでこの、 子育てが住んでる方たちに対して、私がね、今更、50になろうとしてる私がね、子育て論が売れるのかってことなんですけども、これは、ぴたり私が予想した通りなんですよ。ちょっと参考にしていただきたいと思います。それはですね、まあ私は毎日のように、今こうやって隠居暮らし、自由に暮らしてますんで、えー、本当に24時間365日、子育てがしっかりとできるんですよね。プラス、子供が生まれる前に、5年ぐらい前から、 子供を育てるために必要な体力を作るために山登りをしたり筋トレをしたりここ2年は寒風の傾向をししたりしますそうするとねその他にもなんですけどもおと育児とか保育とか療育こういったものの情報収集いわゆる勉強もしたんですよ、まあ、ですんで今実際に1歳の大和くんが2歳になる時に、まあ、夜泣きをしたりねそれから。 コミュニケーションがまだ言葉ができませんので、測れなかったりとか、いろいろあるんですけども、まあ体力があるんで、結構ね、山とくんと一緒にいることはできるんですよ。まあ抱っこをしても、もう体重もね、十数キロになってくると、結構ね、重いと思うんですけども、私は未だに抱っこ紐なんて使わずにね、ひょいと抱き上げて、<laughs> えのもう何十分でもね、な何時間でもって言言い過ぎですけども、二、三十分は過ごしたりとか、一緒に歩いたりとかね、 できるわけですよね。まあ、ベビーカー使うこともほとんどありません。それは体を作ってきたからなんですよ。まあ、そういったこともありますし、これちょっとは話長くなんでこの辺で走りますけども、何が言いたいかって言ったらね、ご購入してくださった方っていうのは、まあ、一種の憧れと、それからね、うん、まあ、ちょっとね、後悔なんですよ。うん。どういうことかっていうと、本当はこういう子育てが自分もしたかった。で、子さんが毎日ね、小さな、 大和君を抱えながらたまにこういうふうに考えてるんですよっていうことを言いながらあー動画を,を出してくださってるのをずっと見てねああ自分もこうしたかったんだよなー分かるよなーこうだったんだよなーっていうふうに思ってたそうですつまり共感してくださったんですよでその方たちが私の子育て論をね買ってねあのどういうふうにその後私がフォローアップしてるかというと何ていうか今回に関しましてね、えー 自分は20代で結婚して子供を産んだけども、とても余裕がなくって、子供にかかってる時間がなくって、時にはね、子供が泣き出したりとか、あなんかね、いきなり自分のところにやってきて、言葉は喋らないんだけども、袖引っ張ったりなんかするのを、うるさいとかやってね、怒鳴ってしまったりとかしてしまったと。で、久保さんがずっと毎日子育てをしてるときに見ていると、久保さんはそういうことはなくって、うん。 あのとりあえずは自由にやらしてるんだと言ってますよねで子供は自分の気持ちを表現する方法がないんでだから何を言ってるか分かんないとでもついつい大人は子育てする時に「こうこうここ言ったでしょ」とか言ってね理解のできない言葉を子供に入いてい,よい,いわゆるねでも子供にとっては全ての頼りがお父さんでありお母さんでありなんでその他の方法がないんですよね それについて、特に女性がね、あの、十分分かってあげられなかったし、イライラしちゃって、どうしてもね、辛く当たってしまったりとか、時には叩いてしまったと。一歳の子供、もしくは二歳の子供に対して、大きな大人がね、本気で怒鳴ったりとかね、黙らせるためにビンタをしたりとかね、うん、子供にとってみたら、頼りになる唯一の 人物がおお父さんお母さんん母であるのにそこに頼りにした時にそういうふうな態度を取ってしまうのは本当よくなったなとおごさんを見て思いますみたいな感じでねでつまりね何が言いたいかというと話を聞いてくださいっていうことのためにお金を払ってるのもんなんですよ。で私もねあのいろいろとお話しさせてもらいましたけども今ここでコンテンツ販売をしようかなとか商品作ろうかなと思ってる方に言いたいのはまずねどんな ことで悩んでるのか、どんなニーズがあるのかっていうようなことが分からないといけないんですよ。私の子育て論は、おそらく子育てが済んだ方が、いや、久保さん、話聞いてくださいよっていう感じで、うん、商品買うだろうなと思ったんですよ。その前もね、ずっとね、購入してくださった方以外の方も、多くの方が自分の子育てした時はこうでした、でしたっていうね、あのお話しくださったんで、うん、で子育て論っていうのは、これから子育てするためにどうこうじゃなくてね、 子育て終わっちゃったんだけども、その後のメンタルケアのために、自分はどうすればよかったんだろうか、今からどういうふうに子供と接すればよかったんだろうか、そういったことに対して、私のコンサルが、まあ、いわゆるアドバイスがね、売れてるってことなんですよ。まあ、ですんで本当にね、日々、えー、いろんなご相談を購入者さんからいただきましたけども、子供に対して今からどういうふうに接すればいいのか、ね、今子供は、私前後になってしまったと。 そういったことをどうすればせあのよろしい,い,いのかなということを私なりにねあまあ子供にはこういうふうに接してあげてくださいねということをお伝えしておりますつまり今は、うん、成人したお子さんのデータをいただいてそれまでのお父さんお母さんそして子供さんとのお付き合いをずっとね、えー、何時間も聞きながらあ今はこのように接したらいいんじゃないですかというふうに子育てもしたことがない私が育児療育 保育の側面からねお伝えしているということでございます、えー、そしてお子さんに対して私の方からも子育て中の私の方からもねメッセージの動画を何本も送ったりとかしてねそれをもとに親子、えー、の関係がなんか良くなったと言いますかね良くなったかどうか分かりませんけども子供もね照れくさい時期だと思いますんでただねあのーまあ、解決に至った方からいただいたメッセージとしては、えー、即可塾の塾生さん なんですけどねこの5名の方みんな速化塾の熟成さんですよこの方たちが思ったのはあの今回ね子育て論久保さんの買っていろんな話を聞いてもらったりそれに対して久保さんなりの考えをいただいたり子供に対してまでね動画のメッセージを下せたりとかしてで、まあ、親子で見ましたと。<laughs> でこれからこういうふうにならないように子供に話,した話すこともできるしそれから 男の子に対してはね、うん、やっぱり、あのー、稼いでこないとしょうがないんで家にいる時間は少ないかもしれないけどもでもちょっと考えてとサラリーマンじゃない生き方もあるんだよと。子供とべったりと暮らしながら収入を上げるそんなこともできるんだよとお父さんやお母さんの時代にはちょっとできなかったけどもこれからはそれができるずっと在宅しながら家族と楽しみながら 収入も上げるって方法があるんだよってことをね、親の立場から言ってあげると、まあお子さんもね、就職だけじゃないんだなっていうふうに柔軟に考えることができましたという、まあそういうオチでございますけどもね。はい。えー、それでね、今回ね、あのー、まあ J さんはじめ多くの方が売上げに対してね、どういうふうにしたらこれ以上売上げ上がっていくのかなってことですけど、まずね、振り返ってみてほしいんですよ。どんなアクションをしたんですかってことなんですよ。 例えば10月末の売上げに対して何をしたんですかもしくは何をしようと思ったけどできなかったのかなってことをね、必ずリストアップすることです。そのリストをもとにね、私の方にご質問いただくとより明確に答えられます。結局は、やらにゃいけん、やらにゃいけんと思いながら、できる範囲のことをして売上げができたと思うんですよ。じゃあできる範囲のことをしてね、その売上げってことは、できる範囲以外のことをしなければならなかったんですよ。じゃあ、やろうと思ってできなかったことは何ですかとかね。 えー、例えばね、私の方から言わせてもらうと、もう動画のこれがね、まとめになりますけども、視聴者さんにアンケートは取ったんですかってことですよ。視聴者さんからコメントをいただいたんですかってことですよね。そのコミュニケーションがないところに、販売の成功ってのはないんですよ。コミュニケーションがあって、やりとりがあって、ご相談をいただいてアドバイスをして、その中で、じゃあ次は無料のやりとりの後に有料の商品がありますよ。これはストライクするんですよ。で、しかもね、無料のやりとりとかコメントとか、 あのアンケートへの返信があった上で商品っていうのは作られるんですよ。で、これをしたかなどうかなってことですよね。もしこれができてないんだったら、いまだにできてないんだったら、これからでもやらないといけない。アンケート動画をね、作ってみたりとかね、皆さんにご協力いた,だたい,いただきたいことがありますと。これこれこういうふうに考えてますけど、皆さんいかがでしょうかっていうことですよね。私の動画の最後では必ずですね、皆さんはどのようにお感じでしょうかっていうふうなあ言葉で締めてるものが多いと思うんですよ。 でそこに対して私の動画にコメントがつくコメントに対して私がコメント返しをする時にはダイレクトメッセージが来る動画で返信をするそのやり取りの中であ A さんはこれに悩んでいるんだなこれを解決したいんだな B さんはこういうふうに自分の人生を悔やんでいるんだないろんなことがわかるじゃないですかそれわかるからそれに対して少なくとも1人は買うだろうっていうことで例えば A さんに向けて商品リリースをするわけですよ ね、全体動画として、A さんに向けてですよって言わないですよ。でも、まあ少なくともこの商品出したら A さんは買うだろうなと。1個は売れるだろうなっていうことでリリースするんですそういうふうにしてますね。だからなんとなく誰かが買うだろうって商品作ることは私はないです。少なくとも一人、この人だけは買うだろうっていうものを作りますね。えー、ということでね、えー、今回いろんなご質問をいただきました。その中で J さんからもご質問あったんですけども、 まあ、市場のアンケートを取ってるのか、市場の声を聞いてるのか、まあ、コメントをいただいたのか、無料相談を受けているのか、そういったところが、商品作りができてるかできてないか、商品が販売できるかできないかに大きくかかってきますんで、まずは、無料でやり取りをすること、ここから始めてみたらいかがかなと思っております。いかがでしょうか無料でのやり取りはもうできてますでしょうか無料コンサル生産とかいるでしょうかってことですね。それでは、今回は以上です。J さん、また頑張ってください。